こんばんは、かずやです。いやー、今日12月15日は待ちに待った、ソニーのエクスペリアプロワイの発売日でした。えー、ということで今日の動画ではエクスペリアプロワイについてやろうかなと思ったんですけども、ちょっとまだね、あの、あんまり使えてなくてですね、えー、これについての動画は明日にしようと思います。ちなみに今ね、これどれぐらいの連続撮影できるのかなということで、4K の 30fps で回してるんですけど、今14分ぐらいなんで、まあこれぐらいはね、 ま、当然できるでしょう。で、今日の話なんですが、また車です。昨日、トヨタ自動車がえ、電気自動車、EV の戦略について発表会を行ったんですよね。いや、これがね、すごかった。もうなんか、えそこに痺れる、憧れるっていうレベルの、トヨタ本気出してきたな、というのが見えましたよ。要点をまとめると、2030年には EV の世界販売を350万台にしつつ、レクサスブランドについては、将来的に全ての新車を電気自動車に、 していくと言います。ただ、電気自動車一辺倒というわけではなくてですね、2030年までにハイブリッド車や、えー、燃料電池車も含めた電動車全体の開発に8兆円を投じるという巨額の投資計画も明らかにしています。このなんか巨額感というか、さすがトヨタ。僕も最近車について考えているんですけれども、やっぱり EV っていうのはね、こ頭にあるっちゃあるんですよ。 もうこうね、世間でこう、いろいろ言われてますけれども、EV の潮流自体は確かに来てますからね。欧州のメーカーなんかもそこそこ今、えー、EV を併売していたりしますよね。まあ、昨日紹介しましたけど、その、プジョーの 28?208? とかも、その、普通の、 タイプと EV 仕様のものもが、まあ、こ両方売ってるんですよ世界各国力を入れていますよね。中国なんかではタクシーとかね、そういうこう業務用の車にどんどん導入が進んでいるという話もあります。日本のお家芸である自動車産業で遅れを取るわけにはいきませんからね。まあそのやっぱりガソリンエンジン、そのディーゼルのエンジンとかすごい優秀だと思うし、まあハイブリッドもありますよね。それはやっぱり重要なんだけども EV もやっていかなきゃ っていう、このなんか難しい時期。ただ現状の EV の問題点っていうのは、高いっていうことですよね。例えば日産のリーフなんかでも、まあ、やっぱ400万以上とか。いや、そ、まあ、その、モデルによってはもうちょっと安いかもしれないですけど、やっぱね、高いんですよ。ですから今は買うにしても補助金頼みなところがありますよね。で、この補助金に関しては、もうこれ、増えることがもう見込まれているので、だから来年以降ね、チャンスっちゃチャンスかもしれない。まあ、電気自動車、 来るかなっていうのはなんとなく見えていたとしても、まだそこまで普及していないから、ちょっとこう、一歩踏み出すには勇気いる時期ですよね。しかしこういうね、時だからこそ逆に燃えるっていう人もいると思うんですよ。新しいもの好きというか、そういう新しいもの好きの人が一柱になることによって、後発の車の開発が進むってこともありますからね。そういう点で、まあ、今後2、3年内に出る EV を買うっていうのは、 まあ、ありっちゃありだと思うんですよ。にしてもね、トヨタの昨日の発表会、なかなか演出が良かったと思うんですよ。まずその社長が、そのね、5台の車を前にこう、プレゼンをして、お、なんか終わりかなっていう感じから、こう、幕が開いて、後ろにめっちゃ控えてたっていうね、車が。トヨタはもうすでに2022年、年号。だから、え、年号ってなんかあんま使わないですけど、まあね、半ばぐらいに出るんですかね。に発売する、 えー、VZ4X っていうのは発表していましたでそれに加えて15車種の開発発表ってさそれよくバレなかったですよね EV を買う、導入するにあたって、やっぱり問題点というのは充電スポットですよね。これまだまだ地域によりけりなところがあって、まあなんかそのうちの近くにあるよとかいう人もいると思うんですが、やっぱ地域によってはなかなかその環境がなかったり、まあもしかはるドライブ行った時にそのサービスエリアで充電しようと思ったら並んでるとかさ、しかもあれガソリンと違って結構時間かかるじゃないですか。その辺のやっぱインフラ整備も鍵になってきますよ。あとは雇用の問題も挙げられますよね。その 電気自動車になっていくと部品点数が少ないのでその分まあ雇用も必要なくなってしまうとなのでその雇用を維持できるのかっていうのが一つの課題としてありますしこの EV が普及していくとその既存の,そのサービス産業とかも構造が変わっていくと思うんですよまあ,あのガソリンスタンドとかさだってガソリン売れなくなっちゃったら業態変えるしかないですよねそれを仮にその EV の充電スポットにするにしたってそんな儲からないしさ。 EV が普及していくと、地方のガソリンスタンドとかって、かなり厳しくなっていきますよね。問題点も山積みですが、ロマンはあります。正直ね、トヨタが昨日ああいう発表しちゃったんで、僕はね、さらに迷ってるんですよね。その、車買う時期を、その来年とか再来年ぐらいに、その照準合わせて、もう電気自動車一気に買っちゃうかですね。まあ、もしくは、その、そこまで、ね、やっぱ普及するの時間かかるから、あの、プリウスとかさ、あの、プラグインハイブリッドで、 こうつないであのだからそ,そこでちょっと中継ぎして本命に行くとかさ、いや、これはまたね、楽しみになってきましたね。というところで、さっきも車のことで頭がいっぱいなんですけども、えー、この傾向がしばらく続きます。というところで、最後に、えー、エクスペリアプロワイド撮ったぽこちゃんをご覧ください。ちちゃんこんばんにゃんポコちゃんんんここば眠いのに起こすな いや、かわい子だなあら可愛いな。いや、モフモフだね。いや、すごいな、このカメラもずっとポコちゃんの目を追ってるよ。これはピント外さないな。 こちゃん、新しいカメラだよ。カメラというかスマホだよ。よかったね。いいや、かわいい子だな。これでポコちゃんをも,もっと可愛く撮れちゃうかなあ、ひっくり返った。<laughs> <ボッ笑>出てきた。